この辺のサウンドもちょっといろいろ試してみて自分に合った音になるようにやっていくといいと思います。今回は LFO を追加していこうと思います。でこのボルテージモジュラーの基本セットのイグニートだとミニ LFO っていうのが使えます。じゃあミニ LFO を追加します。で三角とパルスの2種類の波形をそれぞれ使えます。もちろん LFO のみでも発音することが可能です。じゃあオシレーターのフリークエンシーモジュレーションに LFO のアウトを入れてみます。ビブラートかかった音になりましたよね。ミニ LFO からアンプにつなぐとトレモロ的な効果を得ることが可能です。もちろんフィルターにかけることもできます。パルスワイズモジュレーションに使うことももちろん可能です。なんかちょっとわけわかんないサウンドになっちゃいましたよね。この辺のサウンドもちょっといろいろ試してみて自分に合った音になるようにやっていくといいと思います。